唐突ですみません。人生で一番笑った話を披露してください。唐突だな。面白い話、笑った話。笑った話。そうですね。なんか私の友達の話なんですけど、これもう酔った時の話で、友達がその大学のサークルの飲み会みたいなので、なんか居酒屋に行って、で、なんかその飲み会が5時間ぐらいまでめちゃくちゃ続いたらしくて、で、それで、友達が酔っ払いすぎて、気づいたら、まあ朝で、で、一人暮らししてるんですけど、なぜか実家に帰ってたっていう、気づいたら実家のベッドで寝てたらしいんですよ。やばくないですか？さすがに、それ話聞いたときは、私、心配しましたね、友達のこと。はい。下着の盗難にあったことありますか？コインランドリー使ってたときに、下着たくさん洗濯したら、半分ぐらいなくなってて、可愛い下着全部取られました。最悪です。勝負下着は持っていますか？勝負下着はあります。今つけてます。今つけてます。見せてあげたいですけど、まあ絶対にダメですからね。YouTube なので今回は。ダメです。内緒。で、どんなんかだけちょっと言いますね。黒で、なんかめっちゃ紐みたいなのなってるんですよ。なんかこのわかりますか？止めるところが紐みたいな感じになっててめっちゃ可愛いんですよ。メーカーはどこでしたっけね。結構高かって、ピーチジョンとかだったかな。高かったですね。5000ちょいぐらいしました。だからもう勝負下着です。高いから勝負下着です。